なんか持っていたらネガティブなことが起こって嫌な思い出があるものとか、嫌な思い出を思い出すようなものは心を鬼にして捨てると運気がものすごく上がります。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さていらないものやもう使わないものを捨てるとエネルギーが変わって運気の流れが変わるんですね。断捨離をすると家の中の邪気を追い払うこともできるので浄化にもなります。ただ断捨離するときってまだ使えるかなとかもったいないなと思う気持ちが出てきてとりあえず取っておこうという感じで捨てることができないといったことも起きちゃうんですよね。使わないのに取っておくのは邪気を呼んでその場の波動も下がっちゃうんです。家全体の運気が下がってしまうので気も大きくダウンしちゃうんですよ。で、物でも何でも捨てるのって思い切った決断も必要だし、どうやったら処分する気持ちになるのかなと断捨離中に考えてしまってね、手が止まってしまうこともありえますよね。家が物で溢れていると自分が何を求めているのかもわからなくなってしまうので、もうすぐやってくる節分までの間にいらないものを思い切って手放すとエネルギーが大きく変わるので運気も上がって、これから自分の人生に本当に必要なものが分かってきます。今のうちに捨てておくことで立春のパワーをお家に取り入れることもできるんですね。そこで今回はどんな思いのものを捨てると運気が一気に上がっていくのかを4つお伝えしたいと思います。まず1つ目のこういう思いが出てきたら捨てるといいものは、まだ使うかも、でも使っていなくて取ってあるもの。まあこれね、いつか着るかもしれないと思ってとりあえず取ってある着ない服とか、まだ使うかもと思って取ってある小物類はなかなか着たり使う機会がないという状態ならね、思い切って捨てるのがいいです。物を大切にする気持ちってすごくいいことではあるんですけど、ずっと置いたままだと家の中に物がどんどん溜まってしまいます。物にも服にもエネルギーはあって、使われないままだとエネルギーそのものが下がってしまうので邪気を呼んで家中に広げちゃうんですね。例えばクローゼットの中に着ない服といつも着る服をかけてると、もう着ないエネルギーが下がっている服の邪気がその他の服にもついてしまって、それを着た時の自分のエネルギーも下がっちゃうんです。嫌な出来事に遭いやすくなったり、ネガティブなことを引き寄せてしまうこともあるので、クローゼットの中にまだ使うかもという思いで取ってある服があったら心を鬼にして捨てることをするといいです。着ない服を捨てるとスペースも空くので風通しも良くなってね、新しいエネルギーも入ってきます。他にも靴箱の中の履かないけどいつか履くかもと取ってある靴とか、食器棚の中の食器と家の中に使っていないけどまだ使うかもというものがまだないかなと探してみるのもいいですね。段ボールとか紙袋も必要な時が来るかもと取っておきがちなんですけど、紙は湿気を吸い込みやすいので放置してあると邪気を呼んでしまいます。今使わないのであればまとめて紙類も処分をするといいですね。一気に全部やろうとすると大変なので、今日はクローゼットだけとかね、次の断捨離は靴箱というように、一日どこか一箇所の捨てたいものを捨てるのもいいです。心を鬼にして思い切って捨てると変化のパワーもたくさん入ってくるようになって運気が上がって機運も激変していきますからね。そして次に2つ目の捨てるといいものは、古くなっているもの、汚れているもの。服も3年着ていなくて古くなってしまったとか、汚れが落ちなくなってしまったものがあれば、それも心を鬼にして捨てるといいです。着たい服だったらメンテナンスに出したりクリーニングに出したりしてお手入れをして清潔を保とうとしますよね。そんな気持ちが全くないとか、着ることもないと思うものであれば、服でも靴でも小物類でも思い切って捨てることにしましょう。欠けているお皿とかコップ、漂白しても落ちない汚れがあるような食器も捨てるのであれば処分をするのがいいです。食器類は私たちの健康に影響を与えるので、欠けているとか割れているお皿を使って食事をすると健康運が下がっちゃうんですね。もらい物で使わないからとずっと取ってある服とか食器も
汚れが目立ったりしてエネルギーが下がっちゃいます。もらったものっていらないからといって捨てていいのか迷ってしまうことが多いですよね。だからといってそのまま放置していても使われなければ汚れてしまうしね、どんどん古くなっちゃいます。そのまま置いておいてもお家の運気が下がってしまうので、心を鬼にして捨てて新しいエネルギーを取り入れるといいです。まだ使えそうとか新品そのものであれば誰かに使われることでエネルギーが上がっていくので、リサイクルショップに持っていくといったこともできますよね。自分にとって必要なもので身の回りを波動を上げてくれるものだけにしていくと運気がどんどん上がっていきますからね。そして3つ目の、こんな思いが出てきたら捨てるといいものは、嫌な思い出があるもの。なんか持っていたらネガティブなことが起こって嫌な思い出があるものとか、嫌な思い出を思い出すようなものは心を鬼にして捨てると運気がものすごく上がります。まあ、着ている時に限って人とトラブルが起きるとか、なんだかわからないけどネガティブな気持ちを感じるものは自分と波動が合っていないんですね。どんなにお気に入りでいいなと思って買ったものでも、それを着るとか使う時に必ず嫌な思いをしてしまうようなものは一瞬で自分の波動を下げてしまうので、またそれを身につけたり持ち歩くとさらにネガティブなことを引き寄せてしまうことがあるんです。見るたびに嫌だなと思うような思い出が蘇るのも運気が下がることにつながってしまいます。持ち物は持つ人との波動が合っていたり、相性がいいとその人にいいパワーを与えてくれるんですね。嫌な思いが出るものを、自分のネガティブな気持ちを無視しておいておくと気分もあんまり良くないしね、嫌な気持ちを自ら感じることになっちゃいます。そして過去に嫌なことがあったものを持ち歩いたり、まあ、着たりして再度その嫌な気持ちを感じても手放せないのは過去に対する執着になってしまうんです。執着を手放すと新しいエネルギーが入ってくるので、人生がガラッと変わったり、滞っていたことがスムーズに進みやすくなるんです。なんだか運気が悪いなとか、スムーズにいかないなっていう時も、断捨離をして執着を手放すと、物に対する意識だけではなくって過去や嫌な思い出を手放すこともできます。まあ、執着心ってね、どうしても過去に引っ張られてしまうことが多いので、今を楽しく生きるとか未来に希望を持つことの妨げになってしまうんです。嫌なことがあったり嫌なことを思い出してしまうものはこの機会に捨ててしまいましょう。そして次に、こんな思いが出てきたら捨てるといい4つ目は、もったいないという気持ち。もったいないなと思う気持ちってないですか？私はね、しょっちゅうまだ出てきてしまうんですよ。その度にまたやっちまったと反省してるんですけどね。実は捨てられない時などはこの気持ちが邪魔しちゃうんですよね。捨てられないのももちろんですが、もったいないから大切にしていて使っていないものはないですか？使わないとエネルギーが落ちて結局邪気になってしまうものもあるんですよね。使わなくても見ているだけでウキってなるならもちろん大丈夫です。あとはね、もったいないからお腹がいっぱいなのに食べてしまうのも結局後で後悔したりしますよね。だからこのもったいないの気持ちがいろんなことで逆にもったいないことをしてることが多いんですよ。だからこの気持ちが出てきたら思い切って捨ててください。というね、この4つの中で1つでもいいので節分までに心を鬼にして捨ててくださいね。心当たりのある人は思い切って処分したり、思いを捨てていくと新しいエネルギーがたくさん入ってきて、驚くほどに運気も気運も上がっていきますからね。まあみんなもね、こういう気持ちになるなとか、過去にこういうことがあったとか、これを必ず捨てるっていうものがあったら教えてね。私ももちろん、もったいないをもっと減らそうと思ってます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。今日はこういうコメントを見つけました。のりこさんのお話聞くと本当にほっとします。できなくてもいい、苦手なこともある、そっかそっかと聞いてくださるところもすべて素敵。ダメダメな私はいつも救われてます。本当に大好きなチャンネル。お話聞いて少しでもできることやりながら楽しく、次は私の番だと意識しています。ありがとうございます。これね、前に私が片付けが大の苦手で、その代わりうちの旦那さんが片付けが大好きで片付けしてくれるっていう話をしたんですよ。
だから片付けが苦手、捨てるのが苦手っていう人の気持ちが、私本当に痛いほどわかるんですよね。今はだいぶ捨てられるようになりましたけど、まあ、捨てられない時はやっぱりね、もったいない病にかかってしまうので、ここをやめていくだけでだいぶ楽になるんです。でも捨てられない時って実は自分も辛いんですよね。でも私がよく伝える開運日に開アクションとしてやると捨てられるようになる方が本当に多いので、ぜひやってみてね。じゃあね。